ちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、この後に見ていきたいと思います。2球目打ちました。この打球はフライになっています。バース抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている山田。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。真ん中打ちました。来た、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは3番丸。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面です。打ちました。ショートを取った。セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。引っ張った。裏カンス。マウンドのピッチャーは奥川、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。打った。これは今だったでしょう。下がっていく、下がっていく。はい、いいボール。初球は何で来るか。打ちました。これもいったか。そのままスタンドに。見事。改めてお聞きします。この村上どういうバッターなんでしょうか。ミートが大きいのも打ってきましたから、打席に立ってほしくないバッターですね。なるほど、そうですか。ボールです。水色ファーボール。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。打席には5番バッター浅村。ツーアウトになっています。打ちました。三遊間抜ける。ランナーが出ました。ソフトバンクホークス、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには6番山本。ヒットでランナーを1塁に置いています。打った。レフトに強い打球。ボールはそのままフェンスに直撃。出さないようにしようですね。なるほど、そうですね。初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。インサイド落ちました。切りました。ファールボールです。打ちました。痛烈な打球。レフト見送り。劇的な一発。この人からサヨナラホームランが飛び出しました。ホームベース上でもみくちゃです。先頭バッターは2番に入っている梶谷。ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド上岩熊、そしてキャッチャーは打ちました。いい当たり。弾き返した打球はライトへ。ここはフライになっています。バッターボックス坂本。初球は何から入ってくるか。打ちました。ツーグラブが届いた。いいプレーが出ました。ファインプレーです。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。まあこれは素晴らしい。いきなり牽制。セーフ。打ちました。セカンドうまくさばいて一塁送球。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。これから1回の裏に移ります。先制。バッターは2番に入っているバース。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球打ち、ヒットになった。ホークス打ちました。ノーアウトランナー2塁1塁。3番バッター吉田、さあしっかりと内野チャンスの場面を迎えています。さあホークス1打先制を達成します。1球目ここで勝負を取ればですね。なるほど、そういった攻め方をいけるかどうか。次が2球目。はい、ジャイアンツピッチャーが変わります。一打先制。これが1球目。トライ。そうですか。さあバッテリーフォーク見たでしょう。ボール。よく見ましたね。はい、変化球わずかに切ってボール。これでスリーボール。フォアボール。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ノーアウト満塁のチャンス。さあそして打席には村上が入ります。さあチャンスが続き満塁の場面。変化球3塁を回った。ヒットになりました。さあホークス、おーまず初球しっかりと見極めました。里崎さん、犠牲フライを防ぐようなリ打ちました。セカンド取った。一塁送球。
本塁タッチは2アウトランナー1塁です。初球打ち、外野まだ伸びているがライン際を破りました。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。バッターへアウトコース変化球が決まってストライク。打ちました。坂本1塁へ、1塁アウト、3アウトです。バンウィーラー、ホークスリードで迎える最終回です。打ちました。大きな打球になった、伸びる、スタンドには届きません。打ったを背負った場面です。最後まで集中して丁寧にしてほしいですね。レフトに持っていった、伸びていく、セカンドランナータッチアップ、三塁へ送球する、三塁へ送球する、三塁へ送球する、ワンアウトランナー三塁となりました。さあ、そして打席には中田が入ります。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。ここはこのまま抑え切って勢い、はい、ここで申告敬遠を選択。そしてバッターボックスには吉川が入っています。さあ、なおもピンチの場面、ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですよね。三振を取りたい場面ですよね。ここはいい当たり、入れば同点、入った、ボタン井本。さあ、里崎さん、ここで変えてきましたね。まあ、ここは三振取れることが理想ですけど、とにかく塁には出したくないですね。なるほど、打ちました、いい当たり、打球返って亀井。前の打席はストレートを打たれたんでね。初球打ち、ワンバウンドヒットに、初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁。さあ、そして打席には梶谷が入ります。まあ、嫌なバッターが続きますけど、集中を切らさずにいってほしいですよね。さあ、勝ち越しのランナーを背負った場面です。まあ、ここで勝ち越される、打ち上げました、ワンバウンドヒットになりました。勝ち越しのランナーが三塁を、さあ、初球は何か、打ちました、高く上がった、引っ張った、取りました、一塁アウトで3アウトチェンジです。厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど、さあ、打ちました、サード取った、一塁下げてくるか、インサイド落ちました、いや、それを拾って、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあ、そういった配球です。打ちました、流しました、レフトへのボール、ワンストライクです。引っ張った、吉川、一塁送球、これで3アウト、試合終了。